いいわね。秘密の入り口って何があるの？確かめる方法は一つ。答えになってない。違うのを予想してた。よし、いいぞ、降りてこい。本当にここでいいのか？いや、そのはずだ。ドレーク教はこんなところで何をしてたのかしら？エリザベス女王の特命を受けてきてた。失われた町を探しにな。ああ、砂のアトランティスだ。この町の下で？いや、違う。ルブアルハリ砂漠の真ん中だ。そして見つける鍵はここにあるはずだ。あ、そう。見覚えのある場所だな。これ、ドレイク卿が地図の裏に書いたのと同じだ。ほら、見ろよ。同じ支柱だ。これは、ドレイク教がここにいた時に書いたものに違いないぜ。入り口はどこって書いてある？めちゃくちゃだな。でも読めそうだ。この穴は重要だろう。正しいのがあるはずだ。で、どうやってやるんだ？この部屋には穴がたくさんある。別のヒントはないか？何か足りないようだ。絵の具の文字だ。ドレイク教が残したのか？解読できるか？やってみる。月が道を示す。月？本当か？夜になるまで俺は待たないぞ。これはきっとなぞなぞだ。地図に印をつけよう。400年ものの地図に印をつけるの？気にはしないさ。床に紋章が刻まれてるぞ。俺がここに立ったらこれだ。サリーはあっちの柱へ行け。エレナはあの遠い壁へ。俺はこれだ。手を入れてレバーを探せ。マジ？全部同時に引かなきゃダメだ。でも間違ってたら。俺はこの腕が好きだ。いつも使ってるんだ。やれ。1、2、3。これが正しいレバー？聞いて。言っただろ。やっぱこれだった。ああ、すごいな。なぜ何世紀にもわたって秘密にしてたの？女王は彼に何を探させたの？俺たちも知らん。宝物だろうな。他には？滅びた文明の財宝だ。そう簡単に手に入るものじゃないわ。そうだ。あの黒スーツたちも私たちと同じものを探してるのね。え？マーロンの手下だ。ご自由にどうぞ。それ何の文章？見たことないぜ。わからん。何かの仕掛けだろう。でも誰かが歯車を部屋中にばらまいた。ドレーク教かしら。さあな。元に戻せるといいわね。出なきゃ脱出できない。スクリーンでイメージを解読できる。何が見える？一つは十字みたいだ。もう一つは丸が4つ。おい、同じ紋章が歯車にもある。二つの模様がそれぞれ逆に回ってるみたいに見える。これはどういう意味だ？
ったわ。気持ち悪いわ。君らはここで待て。調べてくる。サリー、ライターを貸せ。よし、ほらよ。ねえネト、フランシス・ドレイク卿は失われた町を見つけたの？見つけてない。ここまで来たけど先には進まなかった。そしてこのルートのこと隠した。なあ、その理由を考えたことある？何が言いたい？さあ、この場所何か警告するためにある感じがしてならない？真鍮の飾り物か何かか。すげえな。綺麗。上のごとく下もしかりか。サリー、これって星の地図だ。やはりそうか。アラブ人は海を進む航海士のように星を頼りに砂漠を旅していた。だとするとこの星の位置から失われた都市の場所が分かるんじゃないか。六分儀があればな。こう見えて海軍にいる間にちった学んだんだ。誰かさんから逃げるために入ったんだと思ったよ。何か言った？ああ、何でもない。サリー、この天体図覚えられるか？ああ、でもメモった方が確実だろ。いや、それはやめておいた方がいい。ちょっとこれを見て。うわ、これはかなりご機嫌だね。ねえ、聞こえる？おい、これ。ああ、まずい。ねえ、何なの？壁から離れろ。明かりをしっかり握ってろ。ああ、くそ。ああ、そうそう。まったく。前のより攻撃的だ。貴重。奴ら光が出てんじゃなかった。あったんだ、追い払え。出ましょう。そばを離れるな。撃ちながら俺に続け。絶対止まるな。何撃ち続けろ。そこから行ける。
動かない。向こうから開けられるかも。これで雲を食い止めとけ。俺はこっちからエレナを手伝う。とにかく食い止める。どんな感じだエレナ。エレナこっちは大丈夫なのか。サリー、ちょっと待ってろ。サリー早く。ほら、雲の大軍にはうんざりだ。ちょっとまさか知ってたの？また私に言い忘れたのよね。おい、これを見ろ。美しき世界に惑わされることなかれ。それは夢見る者の夢、砂漠の蜃気楼。死の杯が満たされるであろう。嫌だね。あれ、なんで読めるわけ？ああ、ドレイク卿が書いた。オケじゃ、つまりこういうことよね。ドレイク卿は砂漠のアトランティスを探して何千キロも海を渡った。苦労してここまで来て、ここにあるものを見た途端にキビスを返し、国に帰り、旅の証拠をすべて隠した。そうだな。なのに、先に進む気なわけ。ああ、そうだな。何のために？財宝？サリー、あなたから言って、この人止めて。よし、サリー来い。俺を止めてくれ。あなたたち頭おかしいんじゃない？怒るなよエレナ、ふざけただけだ。ねえ、いい？あなたの勝ちよ。彼女を出し抜いた。あなたは都市の場所を見つけた。マーロは分からなかった。それだけじゃダメなの。逃げ道を探そう。でもどうやって。こっちだねと手伝ってやる。
気をつけろよ。よし、注意してろ。はしごを下ろす。よし、気をつけろ。オッケー。いいか、ほら。ありがとう。ほら、銃を貸せ。持って出ちゃダメだ。ねえ、そうだな。持ってたいけど。よし、いいぞ、行こう。何が狙いだ。そうね、私の本意ではないことだけれど、手を貸してちょうだい。ビクター・サリバを探して。そうか。彼が古代都市の位置を特定したのはもう分かってるのよ。なぜ分かった。